こんばんはこんばんは今夜もマリオとマチコの人生を歌で語るという番組が始まりましたはいよろしくお願いします人生を語るってねなかなか難しいですね毎回ね悩んでるんですよ人生長い人生を歩んだけどそうですねネタが上記ありすぎてねそうですかやっぱり今日はえっとねえっとマチコが持ち歌のえとこれ。歌は妙薬心 薬。薬ですね。これちょっと変わった題名なんですけど。そうですね。なんかあの、病院に対する営業妨害みたいな歌ですけれども。あ、本当。え、これはいいかな。まあ、結構ね、あの、明るい歌でしょう。はい。ね。明るいです。だからね、あの、まあ、あの、病の時にね、明るいのいいですよ。はい。ね。はい。では、あの、明るく。はい。歌っていただきますか。歌しましょうね。はい。歌は妙薬。心の薬。です。 酒がまわれば花歌歌いマイクに握れば本気で歌う歌は歌はいいもんだ心の薬になるという 恋の傷ならかすり傷。一つ歌えば楽になる。 二つ三つですぐ治る。さっさ大きな大きな声で。老いも若きも歌おうじゃないか。えんかなつめえろ。何でもござれ。 下手も上手もこっつけぬ歌は歌は苦くない心の薬になるという医者にゃよなし 一つ歌えばから元気二つ三つで皆元気さっさあ大きな大きな声でお芋きも歌おうじゃないか これでコロナが吹っ飛んだらいいですね。そうですね。もうなんか話題になるとね、コロナの話ばっかりなんでね。そこのカラオケボックスでもね、今は我慢とかて大きく書いてありました。もう我慢って語ったね。そうですね。だから我慢いつまでやるんかって言ってね。また怒ってる人いるしね。そうです。ずっとずっと我慢の指導士ですね。あの昔のね、あのこれらがとかね、ペストがヨーロッパ入った時なんて、10年間続いたからね。 今度ねねワクチンがあったり治療薬ないからこの薬ってねねないですこれですねここのの薬薬ででですねねはう心れ小野博文先生とね館上真知子がねあの デュエットしてるる、ねうん、テープがあるんですよ小野先生が作られたみたいで、うん、それが送ってきたんですけ、ね、どもう亡、うん、くなられたんですけどね、うん、小野先生ね、うん、去年ね。でそれが送られてきて「あデュエットもいいもんだな」と思って、うん、皆さんでまたね、うん、歌えるようになったら。 デュエットもしたいなと思ってるんですけれどもこれさえデュエトで作ってない作ってないですそれをねなんか機械でうまいこと、うん、あの女性が歌うとこと男性が歌うとこと、うん、で一緒に歌うところをね、うん、いつの間にか作ってはりまして、うん、<laughs> それでテープが送ってきてね、うん、これもいいなと思ってで割とねあの感想、うん

あの内面ついてるんですけど、はい、でこの歌作られた方ね半崎佳子さんで北海道の方で、はい、大阪の方ちゃうんですよだからこれ,これじっくり聞いてもらうとね歌詞をどうしてね、はい、大阪弁が入ったかでこの人有名なね,あのねショッピングセンターの歌姫って,って、はい、私は全然知らんかったんですよ。はいね そこで聞いておられる方がね涙ぐんで聞いてあとそのねいろんなお話されるとそのお話を自分で歌詞に書いてであの脚曲の作って自分自ら歌うとそうですかものすごい人気のあのそのショッピングライターのじゃでシンガラスライク シンガーソングライターね。っていう方らしいですよ。ですとね是非いやこれね半崎さんはね私に会うからと言ってね勧められたのに一曲も全然覚えてなかったんですよ。でもねこれ「大阪小石ぐれ」はもう天童さんの歌だと私思ってたからでもねいいですよね半崎さんの歌を聞いたけど YouTube でね。 とっても良かったでね天童さんが歌われるのはねあの方が新幹線でたまたまこの曲を聴いてねほんで天童さんとこ行って「お前この歌歌え!」って言われましてね天童さんがこの半崎さんに頼んででまあ自分の歌としてねこれもまた「紅白」で歌っておられるんですけどね。の半崎さんのお母さんが天童さんのファンだったということなんですよ。 なかなかね、後で知ったんですけど、人間の絵にしてなかなかね、複雑解きで、ところこの歌は、い。まああの聞いてもらえたらいいんですけど、本物語ことのね、はい。大阪のね、うん。歌なんですよ。でも私あの九州の福岡ですから、馴まってるかもわかりません。では、はい。九州弁で歌、う違う違う違う。それではない。では大阪の心を歌う歌。 ね、大阪恋し暮れですね、はい、歌っていましたか町子を歌います、はい、大阪恋し暮れです忘れられへんのならもう会わんほがええよねどうせうちら流されただけ いやもんね決まりきった言葉は聞きやきてしもったわなんやかんや言うても出口のない二人やから」。 あんたがそばにおるだけでなんで泣けるんやろ。嬉しくも悲しくもないんやけど。あんたのら毎日が 日常やった頃に戻れへん虚しさが涙になるんやろうか仮にも恋人やったら いや気持ちいいくらい焼いてなあ,あかんことはあかんってちゃんと言うてほしいよほんまに好きになったんがなんであんたなんやろ 強くも優しくもないんやけどあんたのおらん毎日が当たり前やった頃に戻れへんむなしさは いつまで続くんやろう。という歌でした。いう歌ね、その関西、はいはい、関西人ですよ、はいね。だから、その関西人の人って、はい、こういう女の人好きなんですよ。はい、ね、ですね昔からね。はい 屋敷隆治さんもこういう感じの歌作ったりしてるしね。でこのね最後の方のねこの辺がね強くも優しくないんやけどってこというふうですね今時の男って思われてねちょっと嫌なんだけどいやいやなんか本当ににんか虚しいですねこれなんとか。とってもほんでねこの半崎さんってね 「明日への女装っていう歌があるんだけど中学校のね教科書に載ってるでこの人はね自分の歌が教科書に載るのが一番のねんか最初のかな目標だったんだって。だからねなんかねこの人どうしてさっきも言ったよねどうしてこのシーと曲ができるかって言ったら。 ショッピングモールでねこう歌っておばさん連がね泣きながらねみんな聴いていただいてあとね相談に来られるんやってその時に相談聞いてそれをこうね作っていくとだからこれも大阪のねだからおばさんがあんたのおかげでひどい身をぶたわないかしないけどもんかそういうねちょっと歌やと思うんですけどね。 これ先ほどのあれと一緒で、うん、お音程がすごくですかああ、うん、まだこれはまだ大丈夫なんですけど、うん、<laughs> 先ほどのはねちょっとね <laughs> 合ってるかなっていう感じですね。 マ知コさんに安キさんが「歌ったらどうやって」おっしゃったように「えそうですか私にですか?」全然会ったこともないしなんかねこうのすかますねなんかね会うからこの人の歌覚えたらどうやって言われたことあるんですけど全然覚えてなかったんですけど今度聞いてみて初めてねひょっとして。 たら、この人の歌合うかもしれないとこぶってね、半崎さんのね、まあ半崎さんはとてもお声がね。言い方なので、もう素晴らしいなと思ってるんですけど。で、まあ、あの、この人ね、ずっとね、あの、メッセージ性って言って。あの、なんか、その歌の中にね、メッセージを入れ、入れて作っておられるんですけど。まあ、ほの方のね、あの、こう、また、ちょっとね、あの、どっかで聞かれたら、いいと思いますね。で、この人ね、ほら。 シンガーソングライターって言ってであの自分で作って自分で歌うっていう方ですね。はいそうですね。であの前からえとマチコさんも作りましたね。はい全然作詞です。詩だけです。はいあ今日もねあの喋り作りまして時間なくなったんですけども残念ですね。ねマチコさんにリクエストありましたらまたあの リリックスしてください、はい、簡単な歌でお願いします <laughs> では今晩もさよなら,よならおやすみなさいまたお願いします